いやー、久しぶりですね。なので、こういうのはないらしいんですけど、ドリームトミカではなく、ちゃんとしたトミカシリーズとしてね、トラックで売ってました。後ろにでっかくね、強力海遊館と書いてあります。はい、出ましたー。海遊館と印がついている、ジンベエザメを輸送している、トラックですね。まあ、実際これはね、ないという話です。だって、ジンベエザメ、こんなちっちゃくないと思うんですよ。私、海遊館実際ね、一回だけ行ったことあるんで、見たんですけど、これ、トラックよりでかいよね。多分、この特殊なトラックじゃないと多分運べないと思うんだよね。ギミックとかは特にないんだね。サメさんが動いたりとかもない感じだね。なんかでもこう飾ってるとジオラマっぽくてかっちょええ。いいね。海遊館っていう印も入ってるしね。いや、ジンベエザメ可愛いよね。一度でいいから食べられてみたい。でもやっぱね、海遊館行って思ったんですけど、ジンベエザメよりマンタ？まあ私の中ではマンタ見ると、タマンタにね、脳内変換されちゃうんですけど、超可愛い、超可愛い。あそこ一日いても飽きないね。むしろ一年間ぐらいずっとあそこで座ってても飽きないよね。いやー、そんなわけでね、トミカの、なんだろう、トラックは何なんだろうね。トラックの型番ないのかな？トミカ、日産ディーゼルって書いてあるね。日産ディーゼルクオンって読むのかな？ちょっと読み方がわかんない。クオンっていうのかな？つってって、こだわりにも抜ければバックミラーから消してやるぜ！キル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 さ、サメさんだぞ！テレ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 ブジャーン！キュン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 。すいません。はい、そんなわけで、トミカより、トラック、海遊館の印がついていて、ジンベエザメさんが乗っているトラックを買ってみましたという動画でした。